今日はミャクミャク様のナイトルーティーンをご紹介します。ミャクミャクとは、今までミャクミャクと受け継がれてきた私たち人間の DNA、 知恵と技術、歴史や文化、変幻自在なキャラクターを共に現れる可能性を共に許して、私たち人間のプラスを我々の役に入れていく。まずは飲酒。アルコールをミャクミャクと感じます。口が大きいのでいっぱい飲めます。ラッキー。酔っ払ったせいか顔の周りが赤いです。尻尾が取れました。破壊しておきます。今日のニュースをチェック。かっこいい人が出ていると思ったら自分でした。まんざらでもない表情してますね。続いて、若者人気を得るために TikTok の練習をします。人気はほど遠そうです。この映像に意味はありません。日課の筋トレも欠かさずします。声が出ているように聞こえますが、これは筋肉の音です。かなり興奮してきました。汗をかいたのでお風呂に入ります。基本的にはそのまま湯船に直行します。セクシーショットになってしまいましたね。顔が浮いてお湯につけられないのが悩みです。飽きたので寝ます。以上、ミャクミャク様のナイトルーティーンでした。ご視聴いただき誠にありがとうございました。イエーイ。こんな動画見てないんだよ。